にちは、あきらです。今回はあなたの資産は大丈夫？暴落を疑似体験というタイトルで動画を作ってみました。最近株価がですね、好調すぎて、怖いくらいかなというふうに思っています。若干こう平和ボケしている気がするという方もいらっしゃるかと思いますので、今日はこんな動画を作ってみました。自分自身もそうですが、調子に乗って過剰投資をしないように過去の暴落を振り返りたいというふうに思います。私自身も過去株価が好調の時に、かなりですね、入金を少し多めにしてしまってちょっと後悔したことがあります。ですので、こんな好調な時だからこそ実際暴落が起きたらどうなるんだっていうのをちょっとシミュレーションしてみたいなというふうに思っています。はい、今日の内容は、暴落の歴史をまず振り返りまして、じゃあ暴落時の資産減少っていうのをバックテストしてみようと思います。それを踏まえて、じゃあ暴落にどう備えるかっていうのを少しご紹介できればというふうに思っております。この動画を最後までご覧いただくと、暴落時の値下がり幅、また資産の減少を知れる、あなたに適したポートフォリオを探せる、暴落の不安が緩和される、こんな内容になっております。ぜひ最後までご覧ください。はい、私はですね、本業は会社員をしておりまして、隙間時間で投資をしております。で、今資産はですね、8桁に順調に増えてきております。はい、でいつも通りですね、ノートやっております。投資家の裏側というタイトルで、月額300円初月無料でやっております。ほったらかし投資に不安があるとか、分散投資に興味がある方、私自身の投資額1000万円超の売買内容ですね、即日または翌日に公開しております。基本的には長期の積み立て投資、何をいくらぐらい、どういう判断で買ったのかというのを書いております。またそれ以外にもイベントがあったりとか、株価の大きな変動があった時にはコラム等も書いております。合計で月4本以上は記事を書いておりますので、ぜひ気軽に遊びに来てください。概要欄にリンクを貼っておきます。はい、では本題入っていきたいと思います。参考になりましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。なお、投資は自己責任、自己判断でお願いいたします。それでは始めていきましょう。まずは暴落の歴史を振り返っていきたいというふうに思います。結論から言うと、暴落はだいたい10年に一度、そして 20% を超える暴落が起きております。今回は1925年、過去95年の歴史を持ってまいりましたが、この時には世界大恐慌と、社会のですね、教科書で習ったような言葉が出てきたかと思います。そして1946年にはマイナス 22%、 86年にはマイナス 29%、 1972年、マイナス 43% オイルショック、そして1987年、ブラックマンデーマイナス 30%、 そして2000年代始まって早々に IT バブルの崩壊だとか、同時多発テロ、これでマイナス 45%、そして2007年世界金融危機、言い換えるとこの2007年8年9年と、リーマンショックという言葉で、マイナス 50% の暴落、そして2020年、コロナショックでマイナス 20% でございます。で、この記事には書いてなかったですけれども、2022年もマイナス 20%、 米国の金利ですね、 FRB が金利を上げたことに伴って株価が 20% 程度下がったという歴史があります。で、これを振り返りますと、20から 83% ほど値下がりをしたということになりますが、今回何をもってシミュレーションしようかなと考えた結果、2007年リーマンショックの大体 50% ぐらい下がったことをベースに、ちょっとバックテストをしてみようかなというふうに思います。はい、で、そのバックテストをするときのですね、ポートフォリオを出しております。で、これは今私自身のですね、今のポートフォリオを再現したものです。まずは S&P500 に連動する ETF がだいたい 40% ほど持っています。そしてナスダックに連動する999が 29%、アメリカを除く先進国が 11%、そして新興国が 7%、そしてゴールドが 3%、そしてあとは米国債券ですね、PLT が 6%、BND が 2%、AGG が 2%、このようなポートフォリオになっております。で、今回はこれを中心にシミュレーションはするんですけれども、合わせて、こんなポートフォリオも一緒にシミュレーションしてみようと思います。
まあ、いつかはですね、私自身セミリタイアしようと思っているのと、またいつかはもちろん誰もがですねリタイアする時期があるかと思いますので、それを踏まえてセミリタイアは株式 50%、 債券 25%、 ゴールド 25%、 そしてリタイア時に関しましては株式 30%、 債券 50%、 ゴールド 20%、 こちらのポートフォリオでも同時にシミュレーションをして、どんな資産数になるのかなというのを検証してみました。はい、で今回ですね、まずはその時のチャートというのを最初に振り返っていこうと思います。2007年からですね、だいたい5年ちょっとの株価等々の推移を表しております。でなんでこの期間を持ってきたかっていうと、株価の回復がですねだいたい 4.5 年ぐらいかかりました。ここに書いておりますけれども、 S&P500 に連動する SPX という ETF はこのリーマンショックちょっと前からですね比較いたしますと、だいたい5年ぐらいで回復しております。プラスの 1.64% というところで、今回はこの期間をですねシミュレーションとしてしていきたいというふうに思います。まあ、なおこの時の他のですね金融銘柄の値動きですけれども、まあ一番すごかったのはゴールドですね。今有事の金と言われる通りプラスの 142.33%、そして TLT も上がっておりますし、 AGG、BND とやはりこの債券、このような暴落の時には非常に強かったというところです。でただ一方ですね、この時はリーマンショックということで、あまりですねこのテック系のナスダックに関しましてはそこまで影響は受けていなかったという時期でございました。ではですね、このようにチャートを振り返ってみたところで、実際バックテストどうなったのかっていうのを一緒に振り返っていこうと思います。はい、こちらがその結果です。まず青で示しますのが、私が最初に提示をした私自身の分散投資のポートフォリオですね。そして赤がセミリタイア時、株式 50% の時のポートフォリオ、そして黄色がリタイア、これは株式 30% の時のポートフォリオ、そしてベンチマークといたしまして、今回はバンガード500、つまり S&P500 に相当するものをこちら合わせて緑で表しております。で前提条件は毎月入金をするような積立投資の場合です。そして配当金は再投資をして毎年1回リバランスをするというような前提でシミュレーションをしております。これを踏まえますと、もうご覧いただいた通りセミリタイアですとかリタイア時のポートフォリオ、つまり債券が 50%、 株式 30%、このようなポートフォリオがこの期間においては一番資産が増えたということになります。でここからいろいろ感じることはですねあるかと思います。またそれも人それぞれかと思いますが、1点だけ少しですねご紹介させていただくと、やはり債券とかゴールドで守りの資産を作れば、暴落時でもですね資産は増加を維持しているということが、やはりですねこう安心感がありました。ほぼこのセミリタイアまたはリタイアのポートフォリオに関しましては、ほぼもう右肩上がりというふうに言っていていいかなというふうに思います。で、ただとは言ってもですね、株式つまりこの緑のもしくは青株式が中心となるポートフォリオも決して悲観的なことではなくて、ちゃんと積み立て投資をしていればですね、もちろんショックが起きた時には下がりますが、株だけでもですね資産はだいたい1年くらいで回復しているというのがわかるかと思います。なので、暴落はですねもちろんいつかは起きると思うんですけれども、株だけだとしてもですね、リーマンショックの時は1年間で一応資産は戻ってきた、回復してきたということになります。これを1年しかとかですね、もしくは1年もっていうのは人それぞれかもしれませんが、いろいろそれは人それぞれ解釈していただければというふうに思います。ただこのようにシミュレーションしてみると、いろんな気づきがあるかなというふうにも思います。ではもうちょっとこの成績を分析していこうと思います。一番上から分散投資、そしてセミリタイアの時のポートフォリオ、そしてリタイアの時のポートフォリオ、そして株 100% というところです。そしてここから今回はベストイヤー、単年で最も成績が良かったのは何パーセント増えたのか、そしてワーストイヤー、こちらは最も悪い単年で資産はどれだけ増えたのか減ったのか、そしてマックスドローダウンというのは、ある一時からある一時まで最も資産が減ってしまったのはどれぐらいかと、そしてシャープレシオ、これは高ければ高いほど安定して資産が増えるというふうに思っていただいたらいいかと思います。
まあ、これも解釈は人それぞれなんですが、まあ、私自身の解釈をちょっとご紹介しようと思います。まず自分自身のですね、分散投資の見てみると、まあ、債券が今 10% ですかねっていうことでしたけど、まあ、思ったよりですね、分散投資の効果は薄いかなというふうに感じました。株 100% のマイナス 37% と比べて、もちろんそこまで下がってはいないんですけど、マイナス37と32、まあ、約 5% ほどの違いしかなかったというのが、ちょっと思ったよりもですね、分散投資の効果は薄いかなというふうに感じました。まあ、今は別にフルタイムで働いているのでそこまで気にしてはいないんですけど、まあ、いずれセミリ代を考えていくと、やはりもうちょっとですね、債券の割合を増やしていきたいなというふうに思います。で、完全、リタイアをもう再現したような株 30% 債券 50% を踏まえると、やはり守りのポートフォリオはもうさすがというところかなと思います。最も悪い年でもちゃんと単年での成績がプラスになっているっていうのはもうさすがだなというふうに感じました。で、これ株 100% の場合に、やっぱ株式だけだと最大 50% の下落を経験するっていうのも、やはりそうそうきついかなというふうに思いました。先ほど投資を続けてさえいれば1年で資産は戻ってきたと少し楽観的な解釈をしましたが、一時は資産が 50% 減る、つまり1000万円あった投資用のですね、資産というものが500万円まで下がってしまうというところですね。これはかなり解釈がバラバラするかと思いますので、これはちょっと後でもう一回触れてみたいというふうに思います。はい、ではですね、それを踏まえて今後ポートフォリオをどうしていくのかというところで、今日は2つの視点でお話をできればなと思っています。まず1つは性格の違いですね。まず先にデータを示しますと、左上に示しますのが、さっきシミュレーションした2007年から12年の場合の分散投資、セミリタイアのポートフォリオ、そして、リタイアのポートフォリオ、そして株 100%、それを踏まえた時の、まあ、3年、5年、そしてフル、合計でのリターン、年間のリターンはどれぐらいだったかというのを表しています。で、これで見ていただくと、まあ、今回、特にですね、着目したいのがこの株 100% の時のこの2007年から12年の時の年利ですね。1年リターンは 1.7% という結果でした。で、下はですね、同じポートフォリオで2007年から2020年、昨年末までずっと投資を続けた場合どうなるかということですが、やはり暴落がない期間を含めていますので、それを踏まえると株 100% のポートフォリオっていうのは年のリターン 8.55% ということで非常に高いです。で、これを踏まえて解釈人それぞれかと思います。例えば10年に1回ですね、確かに暴落はあるでしょうと、まあ、それを受けたとして、まあ、ある人は、まあ、収入があるから株 100% でもいいんじゃないって思うかと思います。まあ、実際にこうやって長期で見てみると、やはり株 100% のリターンっていうのは高いです。で、株はもともと余剰資金でやるというような、まあ、フレーズがありますけど、その通り余剰資金なので、まあ、特にですね、一時減ったりしてもそんなに影響はないというふうに思う人もいるかと思います。日々の生活費っていうのは、労働収入からですね、得られたお金を使って暮らしていくので、別に投資用の資産をですね、触れることはない。それであれば別に株式 100% でもいいんじゃないっていう人もいるかと思います。ただ、さっき私が申し上げたように、株 100% でもある一時は資産が 50% もね、下がってしまうというふうに踏まえると、やはりまあ臆病だから株式 30% でもうコツコツやっていこうかなっていう方もいると思います。実際長期投資で見てみたとしてもですね、リタイア時、つまり株式 30%、 債券 50% でも、まあ、このように非常に長期の目線で見てもですね、年のリターンは 6.42% ということで、まあ、結構ね、高いかと思います。なので、これを踏まえると、ある方は、まあ、リタイア時のようなポートフォリオでコツコツですね、資産を続ける方が自分には合ってるのかなっていう方もいると思います。なので、まあ、株式はですね、こうやって見ると少し諸刃の剣のような気はしますし、まあ、一方債券やゴールドのようなですね、盾もやはり人によっては必要かなというふうにも思います。はい、次はですね、ちょっと視点の違いでお話しようと思います。さっき 50% の資産が減るという話をしましたが、
減る資産と残った資産ということで、人によって解釈がですね違うかと思います。ある方は 50% の資産が減ったという、ここに目を向ける方もいれば、ある人は 50% の資産が残ったという、こちらに目を向ける方もいると思います。なんでこれは人それぞれかと思いますし、もしくは最初に目がいったのはどっちですかというのを自分に振り返ってみると思います。もともと何も考えずにこちら減った方にですね目がいった方っていうのは、多分こちらを知らずのうちに意識しているかと思いますし、こちらを最初思い描いた方は知らないうちにこっちをね自分は意識しているかと思います。ではどうするかということですが、まずこの資産が減った方にですね目を向いた方というのは、多分ですけど、減らしたくないっていうようなマインドが強いかなと思います。言い換えると、守りのポートフォリオを入れていかなければというような考えがちらっとね入ってきたかと思います。資産が減ることに注目してしまうんであれば、債券を増やすとかゴールドを増やすっていう方法がいいかと思います。一方、残したい額、つまりですね残った金額に目が入った人っていうのは、場合によっては攻めとか守りのポートフォリオ、どちらにでも展開できるかなと思います。この残る資産に注目っていうのは、言い方を変えるとこんなに残るっていう人もいるかと思いますし、これしか残らないっていうかと思います。例えばこんなに残るっていうふうに思った場合は、全然へっちゃらじゃないということで、より株式を入れるような攻めのポートフォリオをできるようになるかと思いますし、一方これしか残らないというふうに解釈した人は、守りのつまり債券とかゴールドをよりね導入していくようなポートフォリオがいいかなというふうにも思います。なので今日はこの暴落時をシミュレーションした結果ですね、解釈の一つとして、まずは性格の視点でですね、自分はどうなのか、攻めでもへっちゃらなのか臆病なのか、そしてもう一つは視点の違いで、よりねリスク資産株式を入れるのか債券とかゴールドを入れるのか、こういうことを考えるきっかけになればいいなというふうに思っています。はい、なので今日の結論ですね、自分のポートフォリオでもぜひシミュレーションしていただけるといいかと思います。事前に想像もしくは準備しておくことで、慌てずに冷静に投資を続けられますので、ぜひ自分自身のポートフォリオでもですね、さっきのポートフォリオビジュアライザーを使って振り返っていただくといいかと思います。はい、今日のまとめでございます。10年に1回程度 20% を超えるですね暴落は発生いたします。そして、自分のポートフォリオで過去の暴落時を使ってですね、ぜひシミュレーションをしてみたらいいかと思います。それを踏まえて、より攻めよしかより守りのポートフォリオを再検討し、あなた自身に最適なポートフォリオが作れるかと思います。でこういう考えっていうのは、好調な時はですね結構放置しがちです。私も最近になるまでずっとですね忘れておりました。なのでこういう好調な時ほどぜひ考えておくといいかと思います。なぜなら暴落時はですね多分考えている余裕はあんまりないかなと思いますので、こういうふうに心にですね、そしてお金にゆとりがある時にぜひシミュレーションをしてみましょう。はい、で今日ご紹介する動画としては、過去にですねポートフォリオビジュアライザーを実際に使っている画面をそのまま録画したものを出しています。なので今日シミュレーションしてみましょうというふうにお伝えしましたが、よりやり方がわからないという方はですね、ぜひこちらポートフォリオビジュアライザーの使い方という動画をチェックしてみてください。そして投資のツールというのも過去紹介しております。実際投資をするときには、今日のバックテストのためのポートフォリオビジュアライザーのみならず、じゃあ株価はどう調べるのかとか、資産形成にシミュレーションどんなサイトがいいのかっていうのをこの動画でまとめておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、以上でございます。今日もご覧いただきありがとうございました。本当に6月資産の上昇という意味ではですね、かなり好調だったかと思います。私自身もですね、少しこう表情がね自然とにんまりしてしまうかと思います。ただこんな時だからこそ、ぜひ暴落時の時もシミュレーションしておきましょう。では今日もご覧いただいてありがとうございました。良い一日を。